速ですがゲストさんに登場していただきましょう。この方です。はい、八重美子役の桜彩音です。よろしくお願いします。原神デートイベント攻略。おこちらは、うん、原神には星4キャラクターのデートイベントがあり、うん、選択肢に応じて好感度が上がったり下がったりして異なるエンディングを迎えていきます、はい、そこで、うん、このコーナーではデートイベントを体験していこうというコーナーです。ちょっとその今日はせっかくなのでその選択肢をさくらさんにぜひ選んでいただけたらなと思っております。いいですか。はい、で操作はじゃあ私がやらせていただきます、はい、お願いいたします、はい、この慣れないコントローラー姿で、はい、頑張りましょう、はい、この子たちの中から選んでいいんですか。はい、あ、よりどりみどりです。よりどりみどりですね。老若男女もあんまりないけれども、うん、すごい気になるけど実はこの中で私八重美子と絡んだことがあるのがほぼ五郎のみかな、うん、五郎ってしかもあの文字では読んだことあるけど私、うん、見た目初めて見たかも。そうですよね、収録だと五郎ちゃんすごいなんかこのようなめっちゃくちゃ可愛い。いやーショタじゃあなんかネットで知り合った人みたいな気分になってこんな顔してたんですね。オフ会してる。初めましてみたいな。ゴロどうしよう。じゃあゴロでやりましょうか。ゴロでいいですか、はい、スタート。はい、この見た目で CV 畑中タスクってのもまたいいですよね。それが吉と出るか凶と出るか。ちょっとそのフォローの声も初めて聞くのです。あ、そっかそっか。実は犬大将っていいですよ。言うんですよ犬大将かわいい。特別カード。あ、犬いる。あ、やめて攻撃しないで。あ、ほらゴロゴロしてる。かわいい。あ、ちょっとなんかやっちゃった。ごめんね。あ、でもよかった。あ、でもノーダメージ。かわいい。じゃあゴロのところにいます。この距離だと多分ワープしなくていい。原神いいな、うん、こんなラフに犬と出会えるんだ。そうなんですよ。やろっかな。お、やってほしい。ぜひぜひ。なんか本当なんか戦い目的でやる人もいますし、本当になんか、うんうん、あの風景とかもめちゃくちゃ綺麗だから、うん、写真を撮るのに、ね、うんうん、はい、世界旅して写真撮る。え、これは私のスマホでもできるんですか。できます。原神もちろんです。僕も普段スマホでやってて。はい、はー、すごいわねあ、いた。あ、いた。八重美子がいる。あらら、まさか10万もらもするケーキなどないのか。ないと思う。ないと思うよ。残念だ。あ、下がっちゃった。どうやら商人との交渉を真似るにはこの辺の知識が俺たちに足りていないようだ。夢壊しちゃった。俺たちがよく見かけるようなやつ。これもしかして選択肢で交換できる人物はいないか。変わります。言って欲望のままに言ってちゃったじゃない。ゴロに好かれたいよ。ファディか。取り戻した。ファディには会ったことあるが俺よりも背の高い奴らばかりだった。お、俺も毎日欠かさず訓練に励んでいるが奴らみたいな屈強な筋肉はつきそうにない。あと数年訓練を続ければつくのだろうか。はあ、それは楽しみと今のゴロもいいと思う。今のゴロも、あ、わからん。でも確かにな。悩んでるしな。期待してあげるのと、うん、今の現状を肯定してあげるのどっち。さあ。これからどっちが嬉しい。本当に僕の話をすると、はい、今自分自身に悩んでるから今の自分を褒められても、うん、はいはいってなる。ああ、じゃあそれは楽しみにしてみましょう。そうだろ。おお、少なくとも部下の兵士たちよりもたくましくならなくて。あ、上がったんじゃない。皆から寄せられる信頼はこの体格と関係がないのは知っている。俺がいる限り戦うことばっかり考えるね。彼らは俺の後ろをついてきてくれる。男の子だね。話がそれたな。あ、三徳だ。お、三徳になった。それで誰の真似をするつもりだ。この子たちで盛り上げよう。遊ぶならもっと派手にやろう。あんた私と遊びに来たわけ。あんた私と遊びに来たわけを選びたいが欲望のままにあんた私と遊びに来たわけ。欲望勝っちゃった。何何適正か。可愛い。え、へへ、今のは私の演技だよ。手玉に取ってんな。そうだったのか。本当にファディが来たのか。この子大丈夫か。違う、後ろを見ろ。俺の勘違いではない。
お前がファディのセリフを先に奪っただけみたいだ。9点か。武器を構えろ。なんて。マジで。わ、本当に。本当に。あーあ、本当にいるやー。どうやって戦うんだっけ。あ、丸か。丸。あ、はいよ、いいよ、とてもいいですよ。向こうあんまり体力削れてないけど、やばい、はい、回復した、回復した、やばい、ゴロー、ゴローしか残ってない。ちょっと待って、マジでこの、ちょっと待って、むず、あ、すごい攻撃かわいい、なんか確かに、ちょっと待って、え、ちょっと待って、ちょっとポリル、あれ、あれ、もう死んだよ、やばい、絶対全部デートイベントってこんな死ぬことあるの？過酷すぎる、過酷なデート、そんなことある？あるんですね。はい、ではということで今回は終了でございます。デートは、はい、全滅バッドエンド、お疲れ様でした。あれ、はい、こういうルートもあるんですね。デートあれどうなった、私とゴロの関係。あれあれということで、はい、まあ、途中で終わってしまったので、うん、来週ね、またデートってまた来週とかもあるんです。出直しましょう。あるんです、はい、ちょっと陣営を変えて出直しましょう。出直しましょう。わかりました。ということで、うん、まあ、こんな感じでデートイベントを掘り下げていきます。以上、原神デートイベント攻略でした。